ぼち子供時代を過ごした家に設置された名盤ハティクバ、地区の庭園にある記念碑、オフラハザはイスラエル出身の女性歌手。伝統的な要素をミックスした曲調と歌声で世界的な人気を得た。テルアビブにて貧しいイエメン系難民家族の9人兄弟の末娘として生まれる。プロのシンガーだった母からイエメンのフォークソングを学ぶ。このことがシングル。 イン・人ン・ルーなど後に、欧米で賞賛を浴びることになる、イエメンソング誕生のルーツとなっている。12歳で地元ハキクバの劇団に入団し、7年間団員として数々のレコーディングを行った。18歳で、レコードデビュー。2年間の兵役義務を終えた後、劇団に戻り、ソロ活動も開始。1983年のユーロビジョンソングコンテストに出場し、2位になった。 1988年にリリースされたアルバムシャーデイに収録されたインニンルーはヒップホップアーティストエリック・ビー・ンラキムのペイド・インフル・ザ・コールド・カット・リミックス・やマーズのポンプ・アップ・ザ・ボリュームにサンプリングソースとして使用されクラブシーンに浸透した。これを機にインニンルーがシングルカットされ1988年4月に全英チャート15位を記録。 1992年にリリースしたアルバムキラにはイギー・ポップ・ルー・リードが参加。グラミー賞にノミネートされた。アラビア語で歌っている楽曲も存在し、その影響からかアラブ圏でも大きな人気を得ていた。1997年7月15日、ビジネスマンのドローン・アシュケナージと結婚。2000年2月23日にエイズによる合併症のため制去した。 夫から感染したとも、流産した際の輸血が原因ともされる。当時の首相エフードバラックは、オフラはハティクバの貧民町から身を起こし、イスラエル文化の頂点を登り詰めた。彼女は我々すべてに偉大な足跡を残してくれたとの言葉を持って、ハザの死に哀悼の意を表している。なお夫のアシケナージも2001年4月、ドラッグのオーバードースにより多いしている。 ありがとうございます。